おはようございます、たまです。俺の舌であがけ、やっていきましょう。明日は土曜日ですがのところから来てるんですけど、ちょっと今何日だっけな、二十何日とかだったと思うんですよ。それでね、なんか不安です。イベントね、起こせてないなぁと思うんですよね。不幸度15。このね、状態ってやつを回避しようとすると不幸を重ねられないので、かといってね、このままね、この状態を乗っけたままでね、やっていっていいのかどうかもなぁと思ったり。あ、招き猫ってもうあれなんですね。なんかついてますね。今気づいた。置けないと思ったらついてあった。ワンコちゃん2匹と招き猫になってるね。それでね、何回かそのイベント出さない状態、不幸のね、をやったので、ちょっとね、日数足りてない気がするんですよね。というわけでね、働くわ、仕事するわ。休まず動くことにしよう。明日も標的への工作活動でよろしいですか。新田君のイベントをね、起こすのが足りてない気がするんですよね。ああ、それでいい。わかりました。ここね、気をつけないとね。27日目でしょ。もうね、多分ね、これね、失敗するわ。これもきっとだってイベント進んでないもんね。あのね、D3 パブリッシャーさんのゲームってね、昔やったことがあるんですけど、別のゲームを。こうシンプルながらもね、このね、シミュレーション部分がね、シビアだったイメージなんですよね。だからね、やり始めの時からちょっとここがね、不安だったんですよ。クリアちゃんとね、サクッとね、できるかどうか。おはようございます、一夜様。これはちょっとね。本日はどうなさいますか。やり直しプレイをめっちゃやることになりそう。で、土曜日ってね、工事現場いないんかったよね。まあ、一応さ、どうしよう、ビル街とかにいない気がするんだよ。いつもだいたいどっちかにね、いたりするんだけど。平日のルーティーンだと、公園とかね、工事現場とビル街を押さえておくといるイメージなんだけど、こういうあの街角とか河原とかにしとこうかな。いてくれ。土曜日ね、いなかったらね。あ、いた、よかった、働いてた、よかった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 。なんか適当この辺はネピちゃんいるかな。そう、これね、怪しい集団に勧誘されてることでね、最後のエンドがね、変わるのかなと思うんですよ。一応今回は罠を仕掛けますね。もうね、イベント出ない気がするな、27日だし。あ、火で、あ、間違った、いいえ、なんか火のアイテムなかった。アイテム、ほらね、あ、ないか、あ、なかった、意外となかった、なかった。さっきの落下物のやつだっけ。でも火の方がね。はい、目つぶってやる。相変わらず目つぶってやるよ。もういつも目押しできないから。よいしょ、あ、よいしょ。あ、またバサバサしてるね。これどのタイミングで押せばいいの。目閉じてるからね。はい、お、いけた。山、いい景色だな。うん、家庭教師の CM を思い出す。トライの CM。 運気のやつめ。
燃えてるくせにって思うよね。そう言いながらね。え、怖い。山焼けじゃない？これってもう山火事じゃない？なんか向こうの方光って、ね、笑えないんだよね。ほらね、山火事だ！と笑えないんだよ。俺まで焼けちまうかと思った。あ、でも新田くんのせいでね、山火事になったわけじゃなくて、わしの山か。ほら、うわー、かわいそう。お前か。違うよ、タバコとかも吸ってない。何？え、ひどい、ひどいひどい。笑えない。誰もいないか。あ、本当にいなかった。あ、やっとイベント出ましたよ。でも絶対足りてない気がする。ん？なんだ？ああ、高校に行ってないからね。絶対足りないよねこれね。20日ぐらいにこのイベント出てないとやばくない？だが新たと同年代もね。切ないよね。新たもああやってたわいもない時間を過ごしていてもおかしくない年齢だ。新た、何か欲しいものはないか？わあ、一夜様が貢ぎ出したぞ。え？ねえよ、別に。友達、友達。何でもいいから言ってみろ。友達。ほんとねえってば。あ、もういいからって言ってあげたいね。これいつもね、このね、どっちがいいのかわかんないまま。いいから。ほら、いいからって。ふんふん。変な気使うなって。その気持ちはありがたいのかもしんねえけど。でも俺、欲しいものをあんたに買わせたいとは全く思わねえよ。もう金目当てじゃないからキュンってなるんじゃない？うんうん。俺のことかわいそうなんて思うなよな。人にはなかなかできねえ経験してるんだから。同情されるような辛い人生じゃねえよ。あら、ダメだったかしらこの選択肢。あの、一夜様が家庭教師になってお勉強させたらいいんじゃない？うんうん。もしも困ったことがあったら言うだけ俺に言ってみろ。すごい一夜様ね。にゃんこちゃんルートの時と打って変わってめっちゃ優しいやんね。ありがとう黒崎さん。気持ちだけ受け取っとくな。そのありがとうな。はい、なんかね、イベントが進展しそうにないんですよね。では今日1日の報告を行います。もう27日だし。はいはい。ね、この怪しい集団から勧誘されて。以上です。明日は日曜日ですがいかがされますか？まあ働こう。休まず動くことにしよう。明日も標的への工作活動でよろしいですか？はい、ちょっとでもね。あ、それでいい。わかりました。あとですね、よいしょ、ここでもセーブします。なぜかというと、さっきねスロットで一番高いやつが出たので
あまりにね、スロットが悲惨だったらちょっとやり直しますね。おはようございます、一夜様。本日はどうなさいますか？土日とかって関係なく配置されてるのかな。工事現場で働いてたよね。やっぱりね、いそうなとこってこの辺なイメージなんだよね。ってことね。商店街はいなさそう。なんとなくね、新くん関係ないけど病院前にもいたイメージがどうしても私の中でついてんだよね。ビジネス街か病院前かで悩んじゃうんだけど、と言いつつ河原にしよう。はい、いてください。へい、あ、いた。最近読みがちょっといいんじゃないですか。いましたよ。はい、そう、これね、ま、とりあえず最後の最後に止めようかな、こっちを。エンドがね、エンドで逆転されそうな気がするんですよね、これね、ハマってると。まだ29、30とあるので、ちょっとまだ罠を仕掛けますわ。落下物には強いので、アイテムないもんね。あ、やっぱり火の時のスロットのスピードが下がるやつ持ってたんだね。私使わなかったね。ランダムでいきます。はい、目閉じますよ。へい、ほい、うりゃー。あ、2ならちょっとこのまま行くから。なんだよバス、まだ来ねえのかよ。これ見たかな。ゴミが多くてよく燃えそうだ。あ、違う違う違う、火だったね。わあ、もう歩いて帰っかな。豪華やん、もうこれ水だ水よく考えた、一夜様なんか山も燃やしたりとかさ、放火犯だよね。放火はさ、嫌な事件だったぜ。罪重いんだよ。バス停炎上。いや、君も毎日苦労。はい、ありがとうございます。あ、でも別に欲しいのないわ。欲しいのないんですけど、ネピさん、あの動物村かもね。あらたくんはね、強いらしいんで。お、すごい畳みかけてる。やっぱりね、間に合わなかった気がするな、こりゃ。うん。ひたすらね、あの、にゃんこちゃんルートと違って、ほのぼのとご飯を食べてね、まったりしてるよね。ある本ルートなのかな、これが。これの中身は何だ？食べたことがないが、うまい。なんやろう。庶民の食べ物ってことだよね。一夜様が食べたことがないって。貧乏くさい弁当のおかずって何やろう。何やろう。タコさんウインナー、タコさんウインナーは、タコさんウインナー食べてたよね。何かな。お弁当、何、卵巻きって何？卵焼きじゃなくて何？私も食べたことないぞ、それ。卵巻きって何？海苔としめじだよ。ああ、しめじは畑しめじだぜ。はいはいはい、卵焼きの中にあの海苔があって、その中に具が入ってる卵焼きか、くるんと巻いた。キノコか。ちょっと北斗に喧嘩売ってるよね。北斗のね。ぶなしめじだよね。ふんふん。あ、おいしそう。おばあちゃん子やったんっていうようなね、ご飯作るよね。これ作るのに全然手間かからないから、キノコが安いときはおすすめだぜ。
黒崎さんも家で作ってみれば。いや結構卵焼きくるくるしてるのは手間かけてるよ。料理は経験がなくてな。大丈夫だって、下味もつける必要ない簡単料理だから。あーもうこれはちょっとさ、おバカちゃんに下味ってなんだって、下味ってなんだ言いたかった、私が。あ、絶句させた。悪い、俺が悪かった。本当に知らないんだ。お坊ちゃまなんだからしょうがないよ。もうマジに考え込む顔すんな。いいか、まずお好みの割合で酒、醤油、みりんを鍋に入れて煮立てる。で、そこに湯がいといたキノコを放り込むだけ。うん、それも面倒なら直接放り込んで煮込んでも大丈夫だと思う。私ね、あのキノコ湯がくのって思った。うん、私直接放り込んじゃいそうね。よーく混ぜて火を止めて、冷める頃に美味しくなってる。常備菜になっていいぜ。こうお料理さ、ブログとか、ブログじゃない、何 YouTube でやればいいんじゃない。酒が入っていたのか。料理酒も知らない。それもわかんねえのか。調理酒とかいうものがあるのは知っている。風味付けに使ったりするんだろう。入れるとね、美味しくなる。風味だけじゃなくてさ、臭み消したり、そうそう、結構万能でいろいろと使えるんだよ。あのね、ちょっとぶっこんどけば安心。調理酒って名前で売ってるやつより普通に飲むための日本酒の方が変な匂いがなくていいぜ。高いです。お酒買ったら怒られちゃうじゃんね。お袋の受け売りだけどな。お母さんがね、お料理上手だったんだね。子供と思っていたが、俺も知らないことをよく知っているものだ。あの BL にはね、家庭科スキルの高い男子がね、必ず一人いるんですよ。いや、勉強になった。知識だけじゃなくて、いっぺん試してみろよ。ああ、自分の目で確かめてみるとする。ちょっと吉岡さんがびっくりするよね、台所に立とうもんならね。お、進歩の兆し。あ、かわいい、この笑顔かわいいね。部屋に戻ったら、あー、やっぱり代理で作らせよう。やっぱり自分じゃ作んないね。清水新が女性と付き合い始めたようです。なんか障害に溢れてるわ。では今日一日の報告を行います。ちょっとね、攻略方法がね、まだわかんないから、ね、これでガンガンね、エナジーはね、溜まるけど、最後にどんでん返しがありそうな気がすんだよ、放置してたら。以上です。どうなんかな。とりあえずこれでやってみますか。おはようございます、一夜様。イベントがね、本日はどうなさいますか。会えたとして、もうほら2つ解除しようと思ったら29と30で2日分使っちゃうんでね。もうなんかセーブしまくる、まあしまくりまん。いい、これね、あんまりね、こうやってセーブしすると今度どのデータがどこに入ってるか分かんなくなるね。はいよ、戻るよ。まあこの2つを押さえつつ、あとの2つをどこにするかでいつも悩んじゃいます。公園に前回いたので、くれー、あ、いた、よかった。今日は全員見つけた。はい、
はい、これね、女性と付き合ってますってね、前にやった時に、これがやり直すデータの時に、これがね、最初に出て、いや、ちょっと待ってよってなったんですよ。まさかのね、女子と付き合い出すとは、と思って。BL ゲームで、攻略対象が。一応ね、止めずにやってみて、これがあることによってエンドがどうなるかを見届けようか。多分ね、どんでん返しがあってね、ダメになるんじゃないかと思うんですよね。このシミュレーション部分がね、失敗してると思うんだよね。まあ火ですわ。で、アイテムですわ。これを使って火。はい。でも目閉じちゃう。目閉じた方ががぜんいい。ほい。あ、ブーだった。がぜんいいって言いながらブーだった。あ、ブーだった。あ、1だけだった。肩凝ってんな。私もガチガチやで。うん。温めてくれんのかな？お灸？ほら、タバコの。ほら。肩に。痛い。うわぁ、火ついてる。ポイ捨てはいかんな。あ、なんか普通に一夜様のせいじゃないというね。見届けただけやった。誰もいない。では。はいはいはい、以上です。ねえ、ちょっとね、これね、不幸度17。あ、こっちじゃなかった。あ、いつの間にか消えてるね、宝くじ。あら、いつの間にか宝くじ消えた。招き猫があれかな。そうなの。おはようございます、一夜様。これが最後なのよ。本日が活動最終日になります。そうそう。本日はどうなさいますか。もう絶対ね、できてないと思う。やっぱね、このゲームシビアそうだよね。このまま行くとね、どうなっちゃうのかわかんないんですが、いなさそう。今度は、あ、いたいたいた、よかったよかった。いたけど、ね、これね、どうなんかな、最終日ね。でもこのままやってみてね、見届けるわ、失敗を。もう一つの失敗を見届けるよ。で、アイテムもなかったよね、使えるよね、破損。はい。はいよー、目閉じてるよ。へい。よ。うりゃ。お。ただいま。世界の名品展を開催しております。高いもの壊すのかい。たっけえ壺だな。え、触っちゃダメよ。今だ。え、ドーンと押すの。わあ、爆発した。うぅ、うずあ、ちょっと店員さんが怖い声は出せなかった。おっす、偶然だな。苦労しているお前にプレゼントをやろう。なんかいいものください。なんかあの、女と別れるグッズをください。このね、
アイテムでもこの名前嫌なの。切なくなるから。ほら切ない。ほら出てくるからね。多分ねちょっと足りてないんだよね。イベントは出てるけどね。ついてくるな。あネピちゃん、たまには人間界を視察しとくようにってザビード様がおっしゃってたから。かわいい。多分ね不幸度20じゃないかなって今呼んでるんですけど、どうなんだろうね。17だったんでね。だったら一人で見て回ればいいだろ。ネピちゃんはどうやったら落とせますかね。よくわからんからお前についてく。かわいい。邪魔なやつめ。うざがられてる。どうしたどうした。そんな人違いあり？マジかよ。あ、仲良くなったのに日にちが足りなさそう。顔を知ってる者が誰もいなかったがゆえの喜劇だったらしい。なんか一夜さんそんな話術あるとは思えなかったんだけど。特に最近はやりとりの中心がメールのことが多いからな。そっか、顔見ないとどうも実感湧かない部分ってあるもんな。なあなあ、さっきから何してるんだ。食物摂取の時間は終わったんだろ。ちょっと三角関係やん。私どっちもちょっと好きだからさ、揺れるじゃない。だからこそ確認が怠ると恐ろしい。無視してる。わかるよ、ちゃんと相手のこと考えないと自分中心で物が見えなくなっちまうし。なあ、どっか面白いとこ行ったりもっと面白いことしたりしねえのか。ネピちゃん人格が変わってる。それからさ、なんでこいつの魂さっさと奪わないんだ。もうこれなら簡単に。奪ったら猫ちゃんになっちゃうんでね。ノアク。どうしたの黒崎さん。ん、虫のようなものが。虫だと。これってさ、ネピちゃんのイベントな気がしてきたんだけど、どっちのイベントだろう。今日はずっと俺のこと無視して、虫とか言ってバカにして。ネピちゃんと何回か会って、ネピちゃんの方のイベントかな。こちらの姿でも僕を虫と言い張るか。どうだ。あれ黒崎さん、もしかして何か用事でもある？あ、やっぱり新田さんの方か。もうこのさ、選択肢も本当わかんない。いや、何もないって言っとこう。いや、何もない。もう弁当も食い終わってんだから、用事あるなら行けよ。俺のことなんか気にすんなよな。新田。お前と昼休みを過ごす以上に大事な用事など今の俺にはない。殺し文句やないの。固めと固めですごいね。馬馬がどんな風に見えてるか知らないけど、なんか視野が広そうだからさ。お馬さん、この僕が純馬候補の人間風情と比べられるとは。別にいいけど、
気分悪いな。どっちのイベントかわからんこれ。なんか黒崎さんその言い方はさ、照れた変だよ、恥ずかしいって。いや大丈夫です。黒崎さんはね、あの最初からねデフォルトでそういう人だからね。嘘などついていないぞ。ああ。こいつまだいたのか。見物くらい構わないだろう。減るものじゃなし。減る。黒崎さん、なんか言った？だから虫のようなものだな。虫言うな！あ、終わっちゃった。では、今日一日の報告を行います。イベント絶対足りてないね。もうね、頑張って追いかけてるけどね、もうダメだったと思います。壺破損させました。これ多分ねダメエンドが出ますね。以上です。どうなんだろうね、ここで清水を呼び出してもやっぱり一緒なのかな。ちょっとね、なんかすごい細かくねセーブを取りますね。それでね、またね動画にするかはともかく、いろんなパターンをちょっとね、でまあとりあえずこれでね、この状態で31日に来てどうなるかをね、この流れでいくと一夜様死ねへん死んでまえへん。ほら、これからどうなさるのですか。それは、奴が現れるぞ。ごきげんよう。覚悟はできたか。ね、死んじゃうよね。遅かったな。まあ一応今日が期限だし、ギリギリまで待ってやってもいいかななんてね。さっさと来いと言うんだ。くらえ！あ、倒そうとすんの。どうだ？小賢しい。というよりは、可愛らしいな。魂の一つもなく、奪った若干のエナジーだけで僕に勝てると思ったのか。そもそも僕の与えた力だ。返したまえ。おい吉岡、お前は逃げろ。一夜様死亡エンドかなこれって。吉岡、この1ヶ月間の君の存在を消し去る準備は先に片付けてある。それではフィナーレだ。君の魂をいただこうかな。バイバイ。わあ、シュパ。あ、ちょっと切ないね。
あら、こう、わあ、切ない。これはこれで切ないわ。なんだこれ。そういや、もう1ヶ月も経ったのか。亡くなっちゃってから。あ、そうだよね、ここに戻っちゃうのか。ね、記憶が飛んじゃう。助かったといえば助かったんだろうけど。車のこと謝りたかったな。俺が悪かったんだから。わあ、切ない。どんな人かわかんないけど、きっと持ち主の人に会いに行ったらまず怒られて、それからちゃんと働いて返しなさいって諭されたんじゃないかな。ちょっぴり記憶が残ってるこのグーグーガンモの最終回のようなね、この漫画の方のね。わかる人いるかな。アニメはね、エンドが違うんですよね。グーグーガンモってところがね、またね、めちゃめちゃ古いでって感じなんですが。なんだろう、ほんと、ね、ほら、グーグーガンモの最終回、原作版の、ね、ポロポロ泣いちゃうのよ。かわいそう。グーグーガンモの記憶とね、ダブルで今私に悲しみがちょっとよみがえった。ちょっと悲しいな。今私ね、前のエンドではね、ザンボット3を思い出さされて、今度はちょっとグーグーガンモの最終回を思い出さされた年寄りホイホイ。わー、ゲームオーバー？あ、これってゲームオーバーになっちゃうんだ。エンドじゃないんだ。なるほど。はーい。日にちが足りなかったね。これは明らかにね。こいつはちょっとね、シミュレーションが難しいというか、私がきっと下手れだからってのもあるんだけど、やっぱりね、宝くじとか女の子と付き合うとか、あの辺の時にちょっと日にちを無駄にしちゃいましたね。無視して畳みかけたら何かが起こるのかなと思って、おまけを見る。おまけ回想モードでね、ちょっと数をチェックしよう。はいはいはい。で、弁当系が結構ね、仲直りとかね、前はこの風で、風の後なかったからね、仲直りだったね。多分でもね、この危機一髪がもう一個あると思うんですよね。で、契約ももう一個あると思う。まあ、一個じゃないかもしれないけどね。だから、ちょっとね、最初の最終日に一旦戻ります。じゃあ、にゃんこちゃんモードじゃない、にゃんこちゃんエンドじゃない、ちょっと CD モードもチェックしよう。これね、ここが出せてないんだよね、でもね。にゃんこちゃんじゃない、やつもあるのかなって思うんですよね。不幸度のね、数によってトゥルーエンドじゃないけど別パターンの
契約した後のやつとかって出ないのかなと思って、それでね、あの最終日の手前のセーブを取ったんですよ。まあにゃんこちゃんになるかもしれないんですけど、ちょっとねそこに行ってみよう。秘密の資料室、あ、秘密の資料室って何？秘密の資料室か、うん、確かそこは吉岡も入ったことがないと言っていたな。ヒントくれるのかしら。入るにはパスワードが必要らしいが。はい、うん、なんだこのメモ。あの入れなかったもん最初。10億はねやったよ、やってにゃんこちゃんになったもん。まあいい、とりあえずパスワードを入れてみるか。パスワードなんか知らないよ。え、知らない。あった、そんな。ちょっと戻るわ。パスワードなんかわかんない。10億はやりましたよね。で、10億でにゃんこちゃん見たので20億かな。ちょっとこれでね、もう一回ねやってみて、まあ、変わってるようならまた見せます。うん、30日でね、呼び出すのところにしてね。で、あのにゃんこちゃんのままならまたちょっとね、あのセーブから変えようかな。一旦じゃあここでね切ります。で、あのにゃんこちゃんルートじゃないようならちょっとまたねそっちも見ていこうかなと思います。一旦ここで止めますね。はい、戻ってきました。特にやっぱりね変わらなかったんですよ。あと、あのギリギリで30日の直前にね清水を呼び出すってやっても日数が足りなくて、結局あのゲームオーバーね、一夜様死亡エンドになってしまいました。でそれよりちょっと前のからセーブからやってみても同じにゃんこちゃんエンドにねなっちゃいました。それでですね、攻略サイトを探しましたね。でふわっとだけね見たところ、細かくはねまだ見てないんですよ。でふわっとだけ見たところね、やっぱりあの10億、あーちょっと待ってね、よいしょ、歌が始まっちゃう。ちょっとおまけの方にねして止めます。10億で契約可能になって、エナジーがそれで、ね、10億から20億貯めてトゥルーエンドのルートが開くみたいです。それで、ね、10億から20億までの間だと、もうにゃんこちゃんエンドね、強制的にあのにゃんこちゃんエンドを、他のキャラはにゃんこちゃんじゃないと思うんですけどね、あのにゃんこちゃんエンドになっちゃうようです。それで足りないまんま契約をしないと一夜様死亡エンドで、トゥルーエンドを見るには20億エナジーを奪ってから選択肢がね、また契約するかトゥルー方向に行くかで分かれるみたいです。そこまではふわっとね、チラッとね、文字だけでチラッとね、見ました。次からはね、ちょっとそれで頑張っていこうかなと思うんですが、どうしようかな。一応、あの、ネピちゃんとさ、争ったあたり、あの辺までは、ね、新田くんのイベント見たので、その辺ぐらいが出るまで、ちょっと私一人で一生懸命ね行けるように、なるべくちょっと早い段階で行けるように頑張って、20万行ってからちょっと録画をしようかな。あ、でも20万行く前に知らないあの新田くんのねイベントが出るかもしれないので、
その辺は知らないイベントがね、ネピちゃんと虫だ虫だのね、シッシー虫シッシーのイベントの後のイベントが何か出るようだったら、そこから見ていくって形でね、私せっせとですね、エナジーをですね集めていきたいと思います。なんかね、難しく今のところコツをつかむまでね難しく感じてて、でちょっとね、宝くじどうのこうのっていうところはね、まだね攻略をそこまで見てないんですね。あんまりね見てもやりたくないなぁとも思ってるんですけど、ちょっと宝くじとかね、悪い仲間に声かけられたとか、彼女ができたとかね、あそこの部分もちょっと調べてからやった方がいいのかもしれないんでね、ちょっとまあちょっとふわっと攻略を、下が回らん、攻略を見てからやっていこうかな。次はね、次こそちょっとトゥルーな感じをね見たい。もうさ、ザンボット3とかね、グーグーガムとかね、悲しい最終回を思い出させないでほしい。そんなわけで、気になる方いらしたらね、またザンボット3とグーグーガムの悲しい最終回の方をですね、調べてみてください。悲しいんで。それでは今回はこの辺でおやすみなさい。たまでした。